良平さんなんですけど、私のことをどれくらいご存知なんですか？というと？ちょっと気になったんですよね。良平さん、私のことをベストセラー作家と言っていました。物書きだとは知っていても、ミステリー小説家とは知らない感じだったので。うん、良平さんにはそこは濁して伝えた。え？だって他の屋敷の人ならともかく、良平さんにミステリーみたいな娯楽小説書いてるって言ったら取材させてもらえないでしょ。大丈夫かな。ところで皆さんはどちらに？ああ、仏壇にお線香をあげるって言ってたけど。どうしたんですか？ああ、大したものじゃないんだけど、ストラップ落としちゃって。さっきの桜のところかな。後で見に行ってみるわ。それではるか、今のところの感想は？桜参りにこのお屋敷、見つかった白骨死体、それに時軸、どれも謎めいてますね。あ、そういえばさっきあかりさんが言ってた資料って？ああそうだ、これが取っかかりよ。英二さんが発見してきたの。新青年、江戸川乱歩がデビューした雑誌ですね。さすがね。今から100年近く前に発売されたこの雑誌にある小説が載ったの。作者名は志島よしの。志島ってまさか英二さんのご先祖？連作ものだったのに、なぜか続きが発表されることがなかった。この話に出てくるのよ、時軸が。さっき英二さんが言っていた100年前の殺人事件っていうのはこれのこと。でも小説ですよね。そういうことにはなってるけどね。ここに書かれている話が本当に起こった事件だったの。つまり実話ってこと？これを読めば大正時代に時軸がどういう顛末をたどったのかがわかる。このまま読んでもいいですか？うん。でも一つだけ問題が。問題？ところどころ虫食いだったり亡くなっていたり、完璧じゃないのよこの話。確かにこれを読むのは骨が折れそうですね。表現も古いし。でもあなただったら解けるかも。え？登場人物を身近な人に当てはめてみたら？
例えばこの主人公の女の子、作家志望なの。これってはるかにぴったりじゃない？じゃあこの相手役の女水この人は？頭が良くて孤高な感じの男性、誰が思い浮かぶ？まあ英治さんなのかな。大事なのはあなたが想像しやすいかどうか、そこを優先してみて。わかりました。あ、ちなみに他の登場人物は？さっき会った志島家の人たちを置き換えてみるのはどう？志島家の、なるほど、やってみます。私たちが初めて出会ったのは大正11年の春のことでした。先の世界戦争がもたらした好景気が終わるや、流行り病がまたこの国を襲い、たくさんの人々が命を落としました。世の中は決して明るくありません。でもだからこそ私たちは生きる喜びを、生きる欲望をなお一層求めるのでありましょう。デモクラシー、人が生きるための自由と平等と権利、今を生きる命の花は死者の骸の上に咲いているのです。その日、東京市内某所にある後藤銀作という方のお屋敷で、ある個人売買会が行われる予定でした。そこで不老の果実時軸が売りに出されるという噂を聞きつけた私は、どうにかして売買会に参加する方法を探っていました。その果実を手に入れるために。正則くん、節さん、今日はよろしくお願いね、銀作さん。こちらこそだよ、節さん。どうぞどうぞ。節さんも。ダメ。あ、すいません。それ返してもらえるかな。あ、すみません。あの、豚の血ですよね、それ。何に使うんですか、そんな大事そうな小瓶に入れて。私の家でも飼ってたんです。可愛がっていた豚も食用で処理されたりしていたので、よく覚えてるんです。あんな一瞬でわかるものか。まあ、これは大事なものでね。この人も売買会の参加者？なんと偽って売りに出すんですか、それ。万病の薬？それとも竜の血？君は誰だ？志島よしのと申します。あの個人売買会に参加されるんですよね。私も参加したいんです。でも参加者はそれぞれ不老不死に関わる品物を用意しなければならないと聞いて。あの人は違うのに。あの人、中に入っていた女の人、多分売買会の主人と特別な関係なんだと思います。そういう人は中に入れるんですよ。どうしてそう思うんだ。一緒に来た男性にバレないように二人は触れ合っていました、慣れた感じで。
いいんですか？ただの豚の血だって言いふらしますよ。私に何をしてほしい？お供のものでも何でもいい、一緒に入れてもらえませんか？お願いします。君の推理は間違っている。彼女は劣気とした参加者だ。ちょっと、来ないのか？いいんですか？君の観察眼は面白い、役に立ちそうだ。ありがとうございます。いらっしゃい。はじめまして、草加です。個人売買会の件、節さんから伺いまして。知り合いだったんだ、ずるい。聞いてるよ。ジョスイさんだね。節は先ほど見えになりましたよ。そちらは？私の友のものです。お気になさらず。どうですか。さあさあどうぞ中へ。会が始まるまでお茶でも飲んでゆっくりしてくれたまえ。どうかされましたか？いえ。そこの窓に変なものが。思わぬ形で売買会への潜入に成功した私は、時軸を手に入れる機会を探ることになったのです。よし、これひょっとして英二さんとロマンス始まっちゃいません？英二さんじゃなくてジョスイさんね。あくまでも姿形だけってことで割り切ってね。わかりました、戻ります。皆さん、今日はようこそ。当館の主、後藤です。個人売買会はこの後1時間ほど、あと正午ちょうどに始めさせていただきたいと思います。
それまではどうぞご自由におくつろぎを。皆様どうも。骨董屋を営んでおります琴宮絹と申します。すでに後藤様からお聞きかと思いますが、今回の出し物はいずれも不老長寿に関する品。皆さんの持ち寄った品物を並べて気に入ったものを競り落とすという思考です。自分の品を高く売り、他人の品を安く競り落とす腕の見せ所。せいぜい奮闘願います。いやいや、不老長寿なんてものは大抵前妻なんだろうがね、私はそのローマンスに惹かれてるわけですよ。皆さんどのようなお品をお持ちに？気になるわ。節さんは怪奇小説をお集めになってらっしゃるとか。ええ、だから人一倍好奇心が旺盛なの。あなたは何を？竜の血です。飲めば不老になるという伝説は用の東西を問わずあまたあり、多くの権力者がこれを求めてきました。竜の血、本物だとしたら貴重なものだ。本当は豚の血なんだけど。自分のこれはある地方の八幡宮に納められていたものです。伝説ではかの平将門公の刀ども。将門公の？将門公は首を落とされてもその首が腐らなかったと言います。その将門公の刀ともなればこれも不老にまつわる品の一つと言えるでしょう。ちょっと持たせて。危ないですよ。今日は誰の血を吸いたがっているのかしら。節さん。私が持ってきたのはね、皆さん時軸の格の好みの伝承はご存知？田島守が常世の国で見つけたというあれですか。よく知ってるわね。仕事ですから。正則さんは医学者で陸軍科学研究所のお仕事もなさっているとか。兵士の身体強化、ひいては不老長寿についての調査と研究をしております。ある地方にはね、その不老の果実を代々守り続けている家があるんですって。それは初耳ですね。ところがその家は没落し、数あった時軸は全て失われてしまった。だけどね、私は偶然にも手に入れてしまったのよ。ほら、これが。それはまさに私が手に入れようと、いえ取り戻そうとしていた時軸の実でした。ひょっとしたら、ひょっとするんじゃないかと思ったわけ。皆さん売り込みがお上手なことで。さて、貴重な品々はずっと置きっぱなしにしておくわけにもいかない。鍵のかかる部屋に一旦しまいに行くとしましょう。さあ、どうぞこちらへ。そちらのね、地下となりますんでね。ちょっと待った。君の目的は時軸。そうだね。なぜそう思うんですか？本当のことを話す気がないなら帰らせる。浄水さん。ああ、すみません。友のものが迷ってしまって。ああ、さあ、どうぞどうぞ、こちらへ。後でしっかりと話してもらうぞ。ねえ、こんなところに置いておいて大丈夫？この扉は外から鍵がかけられる。そしてこれは私が厳重に預かっておくので安心してくれたまえ。これは何ですか？ああ、触らないで。私の出品物だよ。随分と大きな、見せてあげようか。ただしほんの少しだけ。迂闊に扱うと呪われてしまうからね。
ミイラを食べると長生きするって話、君らも聞いたことあるだろう。だがね、これはただのミイラじゃない。生ける屍と呼ばれている。人の血を求めて夜中にさまよっているのを見た者もいるらしい。まあこんな姿になって生きているのが幸せかどうか別だがね。さあ戻りましょう。売買会が始まる正午までまだ時間があります。談話室でお菓子でもいかが？どうする？話すか帰るか。私は時軸を取り戻したいんです。あれはもともと私の家にあったものだから。君の家に？私の家は少し複雑な事情があるんです。これを持って家を出ろと父から時軸を託されたんです。でもどこに行っていいか分からず、そのうち熱が出てお寺の境内で眠ってしまったんです。そして目覚めたら時軸はなくなっていた。はい、あちこち探したんですけど見つかりませんでした。その時ある骨董屋がこの個人売買会のことを教えてくれたんです。もしかしたらって。でも参加するために必要な品物なんて私には用意できるわけもなく、あれは私にとって大切なものなんです。何としても取り戻さないと。どうやら君と私の目的は同じのようだ。え？私も時軸を盗みに来た。売買会に参加するつもりも実はない。ここは一つ私と手を組まないか。協力して時軸を手に入れよう。協力させておいて裏切るつもりかも。でも時軸をあなたに渡すわけには。それはまた後で話し合えばいい。見たところ君はまだ体調も万全じゃなさそうだ。私を敵に回すならそれでも構わないが、その時はすぐにでも皆に真実を話すぞ。でも そんなことは許せん。鍵は渡さん。大丈夫よ、うまくやるわ。ネズミが荒らしたように見せかけてあいつらの出品物にちょいと傷をつけてやるだけ。そうすれば売買会で私たちの品に高値がつく。他のものも安く手に入るわ。もうダメだと言っているだろう。わからないのか説。今の君がどれだけ下劣で醜いか。銀作さん、分かって。私はこの会の噂を流して不老にまつわる品を集めた。それはあなたに少しでも長生きしてほしいからなのよ。鍵貸してくれるわよね？
内緒で鍵を渡したことを誰にも知られるんじゃないよ。必ず返すんだよ。どうした？暑い。大丈夫です。時軸を必ず。ごめんなさい。どれくらい気を失ってました？20分か、そこら辺りか。20分。もうすぐ正午、バイバイ会が始まってしまう。それより体調はどうだ？大丈夫です。時軸を手に入れないと。どうする？私と手を組んだ方が得策だと思うが。わかりました。ただし時軸は譲りませんけど。いいね、勝ち気なのは嫌いじゃない。節さんは戻ってきていない。まだ保管室にいるんだろう。保管室には節さんが一人。今なら取り返せます。よし、行くぞ。歩けるか？はい。鍵がかかっている。絶好の機会だと思ったのに。すみません、私が気を失ったばっかりに。誰だそこにいるのは？あなたたちでしたか。みんなお探しですよ。ここで何をなさってたんですか？いや、その何をなさってたんです？正直に白状しましょう。私たち、節さんが銀作さんからこの部屋の鍵を借りるのを見ていたんですよ。彼女が皆の出品物に何か悪さをするんじゃないかと思い見に来ましたね。節さんが鍵を？本当ですか？だけど彼女はもうここにはいないようだ。皆の元へ戻ったんでしょう。いや、それがどこにもいないんですよ。いない？銀作さんの部屋にも？まもなく売買会が始まるというのに、本当にこの中にもいらっしゃらないんですか？鍵がかかっています。節さん、節さん、いらっしゃらないんですか？節さん。これはまさか血でしょうか？出た！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 
どうしました？ミイラがいたんですよ。銀作さんのあの仮面をつけたミイラ。手に血まみれの刀を持った。まさか何かの見間違いじゃないんですか？いえ、この目で確かに見たんです。保管室の扉の下から赤いシミがあって、それが廊下にずっと続いてて、その先に絹さん、出品物を保管室にしまってから今までずっとあなたはこちらに。いえ、館の中を歩いたり川へ行ったりプラプラと。銀作さんも正則さんもそれぞれお好きにしてらっしゃいましたよね。皆さんずっと別々にいたということか。ああ、せつはどこ行っちまったんだ。あ、銀作さん、今までどちらに。ああ、せつさんがいないんでずっと探してるんですよ。ミイラに殺されたのかも。触ってはいけないものに触ってしまって罰が当たって、だから呪い殺されたのかも。銀作さん、保管室の鍵節さんに渡しましたよね。何のことかな。見たんですよ、あなたが彼女に鍵を渡すところ。密かに皆の出品物を傷つけ価値を貶めるという算段だったんですよね。私は反対したんだ。だが節が合鍵はあるんですか。ない、あれ一本だけだ。さっき保管室には鍵がかかっていた。私たちは保管室の外でミイラを見た。とすると、そうか、あのミイラ節さんから鍵を奪ったんだ。そして保管室の鍵をかけた。ちょっと待って、さっきからミイラがどうしたって。銀作さんのあれ、本当に行ける屍かもしれないんですよ。あの、さっきのミイラですが。それも気になるが、今はセスのことが心配だ。そうですね、節さんを探しましょう。正則君、君が言ってくれた前。自分ですか。陸軍にいるんだろ、頼りになりそうな男は君ぐらいしかいないじゃないか。頼むよ。わかりました。館の中をくまなく調べてきたんですが。保管室は見てきましたけど、中までは鍵がかかってたので。あの、保管室を確認しに行きませんか、みんなで。そうだな、鍵を壊せるものを持っていこう。どうも嫌な予感がする。
ですよね。でもさっき見たのは一体。とにかく警察に。待て、お互い調べられたらまずいんじゃないか。あらぬ疑いをかけられかねない。逃げるんですか？今逃げたら犯人だと思われる。じゃあどうすれば。どの道警察は呼ぶことになるだろう。でもそしたら私たち。だから私たちが見つけるんだ。警察が来る前に犯人と犯罪の確たる証拠を。確たる証拠。今日何があったのか、どこで誰が何をしていたのか、些細なことも思い出すんだ。手がかりはきっとある。犯人が分かれば時塾のありかも分かるはずだ。収集家の節さん。鍵のかかった地下の保管室で刃物によって首を切られて死んでいた。凶器はおそらくミイラが手にしていた血まみれの刀。そのミイラを私たちは事件の前後に目撃している。ミイラの手には刀の他に保管室の鍵も握られていた。ミイラが殺人を犯したような今回の事件、果たして真相はいかなるものなのか。今日はようこそ当館のあるじ。本当。ねえ、こんなところに置いておいて大丈夫？この扉は外から鍵がかけられる。そしてこれは私が厳重に預かっておくので安心してくれたまえ。これは何ですか？ああ、触らないで。私の出品物だよ。随分と大きな、見せてあげようか。ただしほんの少しだけ。迂闊に扱うと呪われてしまうからね。ミイラだ。ミイラを食べると長生きするって話、君らも聞いたことあるだろう。だがね、これはただのミイラじゃない。生ける屍と呼ばれている。人の血を求めて
夜中にさまよっているのを見た者もいるらしい。まあこんな姿になって生きているのが幸せかどうか別だがね。さあ戻りましょう。売買会が始まる正午まで。
Thank you.
さて、この辺りで推理を整理しておこう。この事件、君が最も気になったのはどこだ？さて、この辺りで推理を整理しておこう。この事件、君が最も気になったのはどこだ？推理はまとまったか？ええ、これまでに導き出した仮説の中に答えは必ずある。
あの皆さん、ああもちろん売買会は中止だ。警察が来たらこの後事情を聞かれるだろうが、それが終わったら帰りなさい。いえ、少しお話をさせてください。節さんを殺害した犯人について。おそらくこの中に犯人が。なんだって。一つ一つ整理してお話しさせてください。まずちょっと待って、素人が探偵気取り。いい加減な憶測で犯人呼ばわりされたら迷惑です。私たちの中に犯人がいるんだな。もし間違っていたら冗談では済まんぞ。それでも話すというならいいだろう。聞こうじゃないか。ありがとうございます。まず私たちが見たミイラについてです。個人売買会が始まる正午の少し前、私とこちらの助水さんと、それから正則さん、私たちは保管室へと行きました。そして血まみれの刀を持ったミイラを目撃したんです。いえ、その時は気が動転してそう思ったのですが、今冷静になって思い返してみると、あれはきっと誰かの変装だったんです。変装か、うん、そりゃそうだ。そうか、犯人はセスさんを殺害した後ミイラに変装して我々の目の前に現れた。だとしたらミイラを目撃した時に談話室にいなかった人が犯人ってことね。あの時談話室にいたのはキヌさんお一人、お二人と自分はミイラの目撃者。ということは、おいおい、何よバカなこと。だってあなただけよ、ミイラに変装して彼らの前に現れることができたのは。犯人はこの人なんですか。銀作さんは犯人ではありません。ミイラに変装したのも銀作さんではありませんでした。なぜそう言えるの。ミイラに変装できた人は彼以外にはいないのよ。銀作さんが犯人でない理由、それは。銀作さんが犯人でない理由、それはミイラが鍵を持っていたからです。セツさんの遺体を発見した後、廊下の奥でミイラが見つかりました。その手には鍵が握られていたんです。どういうことです。いいですか。銀作さんにとってセツさんに鍵を貸したということは誰にも知られたくない秘密でした。銀作さんが犯人ならミイラに鍵を持たせるわけがありません。必ず回収したはずです。でないと鍵の保管者である銀作さんが真っ先に疑われてしまいますから。なるほど、確かにそうね。勘弁してくれ。ミイラは銀作さんではなかった。では誰だったのか。たった一人だけミイラに変装できた人がいるんです。それは
たった一人ミイラに変装できた人、その人物はここにはいません。 いないって意味がわからんのだが。ここにはいないあの人、そう、殺されたセツさんです。バカな、セツさんはミイラ騒ぎの前に殺されたんでしょう。大事なのはそこです。セツさんは一体いつ殺されたのか。セツさんはミイラ騒ぎのあった正午より後に殺害されたんです。待ってください、さっき犯行時刻はミイラ騒ぎの前という結論になったでしょう。いえ、その時間は全ての人が自由に行動できたということが確認されただけですよ、セツさんも含めて。じゃあミイラを目撃する前、保管室の鍵がかかっていたのは、ミイラに変装したセツさんがかけたんです。セツさんはミイラに変装して保管室の外で私たちが来るのを待っていたんです。どうしてそんなこと。セツさんが保管室を荒らしたのは、皆の出品物の価値を下げ、相対的に自分の出品物の価値を上げようとしたのでしょう。ミイラに変装して姿を現したのは、呪いの信憑性を高め落札価格を釣り上げるためだったのでしょう。いわくつきの品ほど人は惹かれるものです。銀作さんのミイラ、正則さんの刀、助水さんの竜の血、皆さんの出品物で節さんはあの生ける屍を演じた。そしてミイラの変装を解いて何食わぬ顔で私たちと合流するつもりだった。でも殺されてしまった。ミイラの正体はセツさん。セツさんは正午までは生きていましたから、犯行時刻は正午過ぎ。そう考えると犯人はおのずと一人に絞られます。そう、セツさんを殺害した犯人は、セツさんを殺害した犯人は正則さん、あなたですよね。ミイラ騒ぎがあった後、私たちは全員この談話室に集合しました。売買会が始まる時間、しかしセツさんは戻ってこない。そこで正則さんはセツさんを探しに行きました。一人になれたのはあなただけ。談話室を出たあなたは保管室へ行き、セツさんを殺害した。そしてセツさんから鍵を奪い、保管室を閉め、持ち出したミイラを廊下の奥に放置した。すべてを終え談話室に戻った。違いますか。自分が保管室に行った時、扉は開いていました。中にはミイラの変装を解く彼女がいました。出品物は無残に荒らされて、これはどういうことだと詰め寄りました。でも彼女は何も答えず、
いきなり自分につかみかかってきて、揉み合いとなり、思わずあの刀で。その後はあなたが言った通りです。節さんが起こしたミイラ騒ぎを利用すれば自分に疑いの目が向かないと思い、不老長寿について研究をしているというのは嘘です。本当はある人に雇われて時軸を探していたんです。3日ほど前、節さんからこの回の話を聞きましてね、ひょっとしたら時軸が出品されるかもしれないと期待して参加していたんです。競り落とすつもりでいましたが、もし落札できなくても帰りの夜道を襲って奪えばいい、そう考えていました。時軸だけがまだ見つかっていません。どこかに隠してありますよね。あれはもともと私のものなんです。それを誰かに奪われて。取ったのは節さんでしょう。銀作さん、あなたもご存知だったのでは。返していただけませんか。もうありませんよ。手に入れてすぐ表にいる使いの者に渡しました。嘘です。じゃあなんでその時逃げなかったんですか。逃げれば犯人だと自白するようなことでしょう。だからあえてここに残ったんです。まあ裏目に出てしまいましたけど。あなたを雇ったある人とは誰なんです。もう隠していても何の得もない。赤椿だったかな。ただ使いの者にそう聞いただけで会ったことは一度もない。本名かどうかも知りませんよ。やがて警視庁から巡査が到着し、南正範は逮捕されました。私の家は代々時軸を榊という家から譲り受けてきました。そして100年ごとの桜参りで選ばれた者だけが食べていた。しかしその榊家が時軸を狙う何者かによって滅ぼされてしまったんです。私の家にもたった一つ残っていたのですが、その事件を受けて時軸の存在を公にしないように隠してきました。それを父が私に託したんです。今すぐこれを持って屋敷を出るんだ。え？私の父は体が弱くて部屋にこもりがちで、でも私と顔を合わせるときはいつも優しかった。そんな父があの時ばかりは張り詰めた空気をまとっていて逆らえませんでした。父はよく、いつまでも老いずにいるというのは人としてあるべき生き方ではないと話していました。おそらく父は志島の家に背く覚悟で代々伝わる時軸を私に託した。だからその赤椿とやらから絶対に取り返さないと。しかし何者かもまだわからない。危険じゃないか。でもこのまま引き下がるわけにはいきません。
なかなか頑固だな。父にも言われたことがあります。母譲りだって。と言っても、幼い頃に生き別れて、私は母の記憶がないんですけどね。私が頑固だと言われたのは、小説家になりたいと言い張ったからなんです。小説家？はい。いつか私が書いた小説を誰かに読んでほしい、読者に会って感想を聞いてみたい、そんな憧れがあるんです。でもうちでは皆に反対されました。結婚して子供を産め、志島家は医学の家系なんだからなんて言われて。時代は変わる。その頑固さがあれば道も開けるさ。ジョスイさん、いい人ですね。でもあなたはどうして時軸を狙っていたんですか？普通の人なら知ってるものではないはず。私のとは少し違う。あなたも時軸を？私はある事情があって、これを守りながら赤椿を探している。君の言っていた榊家もその赤椿に滅ぼされたんだ。君のお父さんは正しい。こいつには関わるな。不老は死を呼ぶ。皮肉な話だがね、不老の私が言うんだから間違いない。え？おじさま？ジョスイさん？わしろ！それは叔父の志島栄山と長浜十和子さんでした。あちこち探し回ったぞ。ちょっと私の前で吸わないでよ。ああ、そうだったな。さあ帰ろう。嫌です。お前のお父さんも心配してるぞ。私ではなくて時軸を取り返しに来たんでしょ。おい、やしろ。
また具合が。草加助水、そう名乗ったこの人物が一体何者なのかは分かりませんでした。でも家に帰ることもできない私はこの人を頼るしかなかったのです。